はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきんどうです。ズワースのですね、制作を続けていますが、こちらのですね、木のベースを使って、導線をハンダ付けすることでちょっと羽を作ってみました。出来上がりこんな感じになりました。ちょっとですね、ハンダの付け方が荒いところもあるんですけれども、一応、羽の形に、左右ですね、一組ずつですね、作ることができました。結構大きな羽に、出来上がりになったんですけども、こちらを背中にくっつけて羽にしたいんですけども、このままだとですね、羽にならないので、このディップ液ですね、ディップ液、Amazon で買ったこのディップ液で、この羽に膜をつけていきたいと思うんですけれども、膜はですね、細長い、本には細長い容器にドボッとつけてって書いてあったんですけども、そういった、大きな容器がないので、今回このトレーですね、トレーにこのディップ液を出して、こう浸す感じですね、浸す感じで、膜が作れないかやってみようと思います。これがダメだったらちょっと容器を探してみようかなと思ってるんですけども、ちょっとこの平たいトレーにですね、こうつけてこう膜を作るっていうのをちょっとチャレンジしてやってみたいと思います。羽はですね、最初なんで、こんなもんかなという形ですけれども、一応形にはできたので、次は羽に膜をつけていきたいと思います。はい、ということで、作ったですね、羽をディップ液ですね、こちらのディップ液につけた状態がこちらになります。ですね、実はですね、なかなか、粘度が高くてですね、綺麗な透明な、羽にもならずですね、気泡がだいぶ入ってしまったんですけれども、しかもですね、ちょっとですね、ダマになってこう綺麗な透明になってるところが少ない感じ、ちょっとこうビニールみたいな乾くと膜になるんですけども、確かにこういった膜はこのディップ液でしかできないと思うんですけれども、初めて使った素材なんで、もうちょっとこう粘度が、低いかなと思ったんですけども、こういった膜を作るのは難しかったです。本当はですね、円柱状の容器にこうディップ液を入れてこう浸すって書いてあったんですけども、ちょっとケチってですね、平たいパッドに浸せば膜ができるんじゃないかなと思ったんですけども、それも失敗の要因だったと思うんですけども、かなりですね、気泡が入って一応膜にはなってるんですけども、こんな感じなんで、もっと透明な膜ができるかなと思ったんですけども、もうちょっと気泡をですね、取り除いてから、やらないといけなかったのかなという感じですね。膜もちょっと、分厚くなってしまったので、ちょっと本当は専用の薄め液か何かで、ディップ液の方ですね、薄めて透明度とですね、粘度をもうちょっとサラサラにしてからやらないと、ちょっと難しかったかもしれませんけど、初めて使った素材なので、出来上がりはこんな感じですね。着色すれば少し感じは変わるかもしれませんので、色をつけていきたいと思います。はい、ということで、羽の方をですね、ちょっと着色してみました。乾燥もだいぶ進んで、羽も着色したので、少しですね、気泡感はなくなったんですけども、やっぱりなかなか、羽の製作は難しいですね。でこちらの、ハンダ付けしたところもですね、本当はもうちょっと削って、あとを小さくしないと、なんか明らかにもうハンダ付けしたりしましたみたいな感じの羽になっているので、やっぱり初めて作った羽の製作なんですけども、なかなか難しかったです。こういった、ボールジョイントで動く、関節を背中のところにこんな感じで作ってですね、こんな感じですね、で可動式にしましたが、まだこの羽が重いですね。やっぱり真鍮線、鉄でできているので、なので羽がなかなか保持できずにブワンと垂れちゃってる状態です。大きな羽を2枚、こういった感じでつけて、全体的にですね、ほぼ全部のパーツがほぼ揃ったので、組み付けてみて、後ろから見た感じがこんな感じになります。はい、ということで、ちょっとですね、この状態で一発ですね、光らせてみたいなと思ってます。これでちょっと発光実験してみます。ちょっとこれで電球として、一回つけてみます。こんな感じですね。背中のコンバーター、肩のコンバーター、足のコンバーターですね、足のこのコンバーターも全部光って、AC アダプターを使ったせいでよく光ってるんですけども、足のコンバーター、肩のコンバーターですね、光って、こんな感じのですね、
電気スタンドみたいに光っとるんですけどもみたいな感じで、まあ、とりあえず、発光のテストは、これで成功してる感じですね。羽がまあまあでもこんな感じかな。初めて作ったんで、まあ、オーラバトラーのちょっとリアルっぽい羽を作ってみようというところは、まあ、こんな制作になりました。発光実験もこんな感じです。そしてですね、まあ、ここまで来たので、ついに最終的に、まあ、剣も、こういった感じで作塗りもしたので、ここでですね、ここまで来たんでついに最終的な仕上げに入っていきたいと思います。ほとんどのパーツが、まあ、これで、組み付けできたという形になって、まあ、電飾も光るという形で、今はこの段階で仕上がっております。